ごきげんよう、劇団小林彩太道です。今日は、これ場所は言わない方がいいですね。あ、いいですよ。あ、じゃあ北条への道の途中に来てます。これ松山市民にしかわからない言い方ですけど、はい、あの愛媛マラソンでよくね映るところを通って、うん、はい、来ましたけれども、この感動を教えてもらっていい？これなんていう工房ってお呼びしたらいいんだろう。フォルテナソシウスなんて言いますか。ソキウスなんや。僕ずっとソシウスって言ってた。フォルテナ、フォルテナ、フォルテナ。僕のタロットケースなどを作ってもらいました。工房に来ております。うん、そうなんですよ。で、これちょっともうほぼ全てを取り終えてからオープニングを撮ってるんで。言わなくていいよ。このテンションなんですけど。ねえ。いやー、はい、これもう、いろいろ見させてもらって、で、まあ、一番の目的は、今回、まあ、型鋳型っていうのかな、型を作ってもらったので、はい、それを元にした、まあ、ちょっと商品をちょっと作って、まあ、それの相談ということで来たんですけど、そうです、打ち合わせとかですね、うん、もうほぼほぼ決まりましたね、うん、あと他にもさ、いろいろと本当直接こうやって俺工房に来たの、はい、人生初かも。川の工房っていう工房だからこれ。いや、工房でしょ。いやだって言い方がでもラインですね。6畳の一室をアトリエと呼ばせてるので絶対工房ですよ。工房ですか。そう、今回あの今ちらっと映したんですけど、うん、作ってもらう方高橋さんは高橋さんで、あ、そうと、あの映せはしないですけど、どちらの名前でお呼びし、豊田さん、ダーの方、濁る方の豊田さん、怒られる、そうですよ、豊田さんといったら怒るから、はい、僕も生配信の時に三瀬って言われてちょっと嫌だったんで、店と申します、あ、どうも、ということなんで、ちょっとまあ、もう見てもらった方が早いと思いますので、はい、ではぜひ本編をご覧ください。どうぞ。こんなんやったん初めてや、このチャンネルでそれが1.7 ミリか8ミリの革で、ここが、そうそうそう、でこれが1ミリの革なんだけど、絶対 1.7 ぐらいの方がいいと思う。確かにこれなんかちょっと安っぽいでしょ。ちょっとなんか曲になんかしおりとかに使えそうね。確かにこれがこれでいい時も、あ、なるほどね。なんか逆にその辺の細かいやつは手帳系 YouTuber じゃないと、うん、僕があんまり分かんない部分だから、なんか、ああ、なるほどね。うん、まあ、1ミリのバージョンもありか。ありはありだけど、多分チャームというか、かこう、ね、つけて飾るんだったら、あ、はい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 、こっちの方が強いからいいのかなっていう感じですよね。あ、これ今日トラベラーズノート持ってきてないか。なんかね、トラベラーズノートのここに押せるかなと思って、穴を。はいはいはい。あ、絶対いけるね。あ、だったらバツ横いてもあれね。ニュッてなるにはあれゴムの手で、あ、そうなん、だから多分やばいとだんだんでゴムで引っ張られてだんだんなっていって、普通にこれ1ミリのやつ穴開けて、そう、それも考えたんですよ。そう、だからこの形がこれのレザー版、うん、そうそれもいいなと思ったんです。めっちゃいい。でもそれも一応案として出たけど、うん、どの長さのヒゲの方がその便利なのかとかが分からなくて。そうやね、絶対正解がありそうやもんね。あれってピッチ決まった？穴のピッチ、穴のピッチ決まってます。どの大きさも全部で、これは M5、M6 ってあって、とかあとバイブルも同じなんですか？バイブルもこの幅自体は一緒。あ、そうなんや。だから3つの穴でつけれる長さにしておけば全サイズにいける。穴を3つ取ったらいけるってこと？穴を3つでこう飛び出る仕組みにしとけば、あ、なるほどね。要はバイブルでっかいやつやったらここの隙間が空いて、あ、はい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 、この3つのここだけ変わらないんですよ。だからここのだけにしたら全サイズに売れる。え、じゃあ全サイズに売れるんやったらこっちパターンよりそっちの方が良さそう。僕も全然そっちの、まあ、でもちょっと開発のね、やはりちょっとまたいろいろとお時間をかけてもしれんけどってことで、ね、多分、まあ、いや別にインデックスやったらインデックスで絶対そっちの方が、あ、じゃあそれで一緒なんや。だからこの、あ、そうなんや、穴の幅は一緒なんで、そうは一緒、幅は一緒なんで、うん、レンジ一緒なんで、
4つ開けといて、バイブルにもこうしたら見れますよ。で、下がいい人は下で。あ、下にしたらね、こんななるよ。4つ穴開けたら。こう、穴は。で、逆向きになっちゃうのか。まあ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 、好みやな。M5 は、はい。じゃあ、まあ基本的に上でくる、うん、そう、M、だから M5 に刺さるようにしとけば、全部に刺さるよ。確かに。バイブルサイズのやつを M6 に入れようとすると、あの、うん、で絶対出っ張ってるところがキモいじゃん。そう。か、まあこれに関してはもうそっちで全部使ってもらって、うん、僕はこっちで何本あります？こっちで。センチか。多分インチなんですよね。ね、これなんか中途半端な感じがする。ああ。いや このスピード感やったら穴開けパンチ持ってきたらよかったな。でも多分そのパッとこれ1枚ちょっと乗せてもらったかもしれない。あ、そうか、早いから。何でもさっとしてくれるから、僕もなんかまひってくる。あと、あの切れ目があった方がいいんでしょ。そうですね、そしたらこうパチパチパチって言って外せるみたいな。これは全部に切れ目があって、全部に切れ目がないといい意味がない。あの、このだからもう完全にはめるわけじゃなく、この外してはめるわけじゃなくて、うんうんうん、ここからつけるみたいな。そうやね、そっちの方が多分みんな使い勝手いいかな。あ、でもやっぱ切れ目とかがあればあるほどよれてくるというか、うん、その可能性は難しい。丈夫さを考えたら、あ、そうやね、切らない方が長くは持つ。そうだね。これで切ってみたんだけど、こういうこと。うん。サイズというかこの長さはバッチリ。どっちにしよう。あ、でもこれ取れやすすぎん？いや、そうなんよ。それやったらごつい方がいいかなと思ったんやけどね。ああ、いや、どうかな。いや、多分ね、大丈夫。あのバイブルの時はこのここがついてないから、こうやってよ動く分で外れさを感じたけど、 M5 とかだったらここまでついてるから4つ止めるんやったら大丈夫。結構多分力が分散されて。こんにちは。こんにちは。こんにちは。え、結構好きだけどなあ。この外れやすさも革特有の、うん、プラスチックだと、プラスチックだとやっぱどうしてもね、このここに何だろう、所有欲満たせない感があったりな。やっぱプラスチックに安っぽさみたいな、革のこの馴染んでいく感じ絶対楽しいよね。いいけどな。うん、すっごくいいけどな。でもこれやとちょっと揺れ。これでもないか。え、いいんじゃない？真ん中の辺に止めてみて。真ん中の辺に止めてみて。ああ、そうか。確かにもうちょっと分厚くてもいいのか。強度がみたいな。怖い。しかもこれあの塗ると柔らかくなるんで。あ、さらにそのオイル塗ると、僕的にはやっぱり塗る方も楽しんでほしいかなっていう。ね、でもこれが穴閉じてるやつでいちいち外すんやったら不便なんでしょ。いやだからそういう風な用途に使えばいいと思う。マンスリーとかで1ヶ月に1回しか外さないのか。だからそういうところを使うような感じにする。なるほど。でもこれで、うん、これで使いたい人はもう各々切ってもらうとか。ああ、ね、最悪自分で勇気を振り絞って切ってもらう。今の人は多分自分で動かすと思ってこの辺もあんまり決めなかった。早い。もうできた。会話しないですよ。俺もだから見えたから会話で伸ばしてたもん今。どう？あ、もちろんこれはね、音めっちゃ良さそうやけどな今の。こっちの方が、うん、あとはまあ厚さをどう思うか。もうちょっとこれ違う、こうじゃないか。おちょっとね、こうしたら今もうここで当たんないから、まあ大きさはちょっとあれやけど、いや最高やと思うな。これすごいよ、ね、これ ないなんでないんだろう。この革のこのインデックスないよな、ルーラー。確か俺も見たことないあるかもしれない。いや、わかんないですけど、ないよないよないよ。あの大手はないよ、少なくとも。あ、ハンドメイド系はあるかもしれないですけど、ハンドメイド系やったら探せばあるけど、でも大手はまあ確かに。大手ってなんでレザー出さんだよね。だってレザーのさ、インデックスとかさ、レザーのカバーとレザーのペンホルダーとかあるやん。なんでこれ出さんだよね。すっごいいいのにね。うん、え、そうなん。これ、この
このね、入れる時と外す時の皮特有のね優しい感じがいいわけよ、うん、え、これ絶対あーでもやっぱなんかあるんかな、強度とかなんかあるんかな、めっちゃいいけどね。あまあ、あと元も子もないですけど、あの皮のしおりが少ない理由と一緒で鬼ほど売れないですから、あの、この厚さ嫌がる人多い。あ、そうか。あ、だからどっちかよね、そのこの薄いやつの方が多分手帳好きな人は物も詰めて柔らかくてなって思うけど、でも多分こっちはこのパチパチパチっていうのはやらない方がいいから、うん、あ、普通に穴開けるだけのやつ、穴開けるだけにして、でも穴開けるだけにしたら多分強度関係ないというか、関係ないですね、そっちの方がみんな諦めがつくというか、その分かりやすい。もうね、もうちょっと、あ、いや、これで多分、あ、ここ5個目に当たらなかった。ああ、薄いの、薄いの方が、薄い方、めくりにくいですか。そんなことないのよ。あ、そうか。あの、この止まってたら多分めくりにくくね。だから多分バイブルはここがないから3つしかないけん、うん、このここが外れとる分だけ動いてる感じがあったんだと思うけど、あ、もうこれはあれだ、バイブルはバイブル英語、バイブルと、あ、バイブルこのサイズと英語サイズ、大きいサイズは3つ3つ3つ離れて3つ3つ3つなんで、3つの穴でこれやらないかんので、どうしてもやっぱこの揺れが気になるんだ。だからこの革のこの感じ楽しんでもらうなら、もう腹くくって M5、M6 向けにする方がいい気はする。なんかそれはその厚さならってことですか。こっちだったら両方いけるけど、まあただ多分マニア向けになるというか、あの要はない、この分だけ紙が挟めないっていう心理なんですよ、手帳オタクの人は、まあね、なんで、いやでも一丁一短な気がするな、一旦というか、でもサイズ全部入る方が嬉しいような気もしなくはない。そう、全サイズ向けにした方がみんな分かりやすいけど、うん、いやまあ一応だからこれを穴3つにすれば、 ここの4つ目がなければバイブル、あ、違う違う、いいんか、このままバイブル挟めるけど、これは穴切れ目がない方やったら意外と安定するんかな。あと多分穴の大きさも多分今小さくしてくれてて、多分市販の多分バイブルの穴よりもちょっと小さいサイズなんですよね。ちょっと小さい。多分この小さいサイズの手帳とかの同じ穴の大きさにしてるんで、だからそれも含めて多分こっちのリングにぴったりだと思う。多分そう、全サイズ向けに作るんやったらこうとかねえか。こうなんだ。そうそう。いや全然いけるな。いけるよね。切り込み入れてなかったら。切り込み入れてなかったら割と安定感あるかも。うんうん。しかも生もまあこれ一応買う人からしたら落とすの嫌やし、うん、うん、まあね、消えてない、長く持って経年変化楽しめるっていう、まあ、自分で切りたかったらこっから色変わるよ。あ、そうですね、触ったとことか僕はそれが好き、綺麗に変わる。そうですね。ちなみにその何、横幅はどう思います。横幅はベストやね。これがちょうどいい。え、うん、俺は好き。で4センチ、ほんのちょっと僕がロロマユーザーだけど、やっぱここからははみ出ない方が美しいんで、もうちょっと短い。で、M5 のこれが一番狭いと思うんで、あ、そっちに合わせた。ここで出なかったら、こっちに合わせたら中に入り込んでしまうんじゃない。でもこの、あ、でもそこのリフィルの端から出てしまう。あ、ちょっと試そうか、うん、念のため。多分大丈夫。いや、ここの幅がちょっとあれか。そうか。うわぁ、最小勾配数むずっ。こっちやったっけ。うん、あ、これベストやな。こっちだとこんなもん、こっちからは出ないし、このめくるときは出る、うん、めくるとき出てくれないとめくれないからそう、ディバイダーになっちゃうけどね、そうすると。ベストやね。M5 の時にちょっと出るぐらいか。じゃあ短くしちゃうか。ほんのちょっとだけ、ほんのもう2ミリぐらい、2ミリぐらいで。もうちょい、いや
バッチです。バッチ。何も当たらん、何も当たらん。で、バイブルは大丈夫なんですか？そうやね。それね。これも今 M5 のロロマンのちょうどぐらい。この長さが。あ、出とるね。頭出とるね。あー、いけるね。いけるわ。いけるね。ちょうどこのあの、じゃあ、ここだな。旧世紀学の年後天方位版が。これ映して大丈夫なんですか？これ映して大丈夫。あ、よかった。文字も意味わからんもん。出したい人はこっちにずらしてもいいしね。そうですね。うん。あ、いやいや、この穴の。ああ、確かに。あ、そうだわ。ちなみにずらしたらどんな感じ？ずらしたらギャンデミなんだよ。僕はもう経年変化していいから、これでもいい。うん。ああ。しかもこれ柔らかいから邪魔になんない。確かにそう。思ったより。そうか、じゃあちょっと出ちゃった方が、この革の面白さというか、まあ、好きな人もいるし、うん、中入今の、うん、でもこっちやったら出るのに確かに嫌やから、これサイズが多分ベストだった。もう好きに。ベストのサイズが出ちゃった。これは出てますね。で、僕横幅はちょっとこれより細い説ないですか？ん？これの方より細い方がいい説ないですか？あー、どっちでもしょう。このここよりもうちょっと細い方がいいとか思いません？ああ、それこそこのここぐらいまで、うん、ギリギリ、その言ったらこれが入ればまあ最低限いいし、うん、これ言ったら幅は広ければ広いほどめくりやすいというか、うん、仕分けはしやすいけど、細い方が、うん、要はこれとか透明やけんいいんやけど、うん、ここが色つくと隠れるのよね、うん、だから利便性でもやっぱ一長一短なんや、うん、短ければ短いメリットがある。なるほどね。これでこうするとそれこそこいつぐらいの、こうするとこうちょっと見えないところがあどっちみたいな、このめくり回数が増えちゃうんで、これが細ければ細いほど視認性が高くなるから、細いのめくりにくいな、めくりにくい。あ、もうでもそれが革になってる時点で、うん、そうでも革を愛する、革を選んだ時点でなっていう感じではあるんですよ。プラスチックの方がそれは硬いから引っかかるでしょって思うけど、それだったらその人はプラスチックいくだろうし、そしたらもうむしろこっからご褒美や、むしろなんかこの皮を触る時間が長くなるわけやん、めくるのが時間かかれば。好きな人はもう絶対そっちやろ。しかもなんかそのイマルミンの人、手入れする人少なすぎるから、むしろこっから俺が多分ナチュラリストやから。そうそう、これでこの幅ちょっと切ってみましょうか。あ、はい、そこのとこ、あ、いや、ええか、ちょっと細い。あ、そうこの穴がちょうど入るような感じ。これじゃあめくれるかどうかやったらこっちで確認しちゃった。まあね、まずはコーヒーいただきます。うん、どうなん、俺はあんまりその面積に関してはわかんないから。ちょっとまあ僕は変じゃないね。一番どうぞ口うるさい私は。別に大丈夫、変わらないから、このコストでも大丈夫。じゃあその発作、いや、すごいよ。なんか俺の好みで言ったらもうちょい細くてもいいけど、あと、もうちょっと細いのは全然大丈夫だよ。これ順番ここでは、OK です。大丈夫、まあ、だってそれ可愛いですもんね。そのしおり可愛いですもんね。これがね、ちょっと細くて可愛いんだよ。普通に、これは何という製品としての想定で、これは、全部です。もう言ったら俺しおりにまず見えたよ。しおりにもできるし、例えばチャックにこれつける、うん、チャームとしてってことね。もうチャームとしてもいけるし、トラベラーズノート、うん、トラベラーズノート、これはすごいな、通せる、うん、気づきしたんかい、気づきしたんかい、と、うん、五角形が、まあ、一応お守りとかに多い形で、一応その占い要素を無理やり入れてるんですね。おえ五角形って、あ、確かに五角形になってるよ、わざわざ、うん、そう、これは わざわざ五角形でしょ、うん、お守り的なね、形で、まあ、一応僕が入ってるから、うん、あともう一個、マジでこれ極論なんですが、うん、ここにペンなりなんかを刺したり、なんやかんやして、うん、これをくるくる回すとですね、これが矢印になってるんですね。それを向いた方向で占う、墨術っていう占い手法、ルーレットですよ。あははは、の要素を、ああ、そういうこと、この矢印を見て、ペンで回すなり、なんかそういう機構を自分で作ってしまえば、おこの向いた方向で占える、ダウジングとか墨術とか、はいはいはい、
あ、もう本当にふざけたこと言うようになと思ったら、ちゃんと真面目に言ったんや。これ、あ、本当や。そう、そのためのこの形状と、わざとそのために2個空いてるんですよ。トラベラーズノートはむしろたまたまです。あ、そうこれお守りと墨術で使えるの。あ、ちょっと待って、これと、これと。いや、これも練習だけ、練習だけええよ。あ、まあ、撮ろうか。むしろこれ、しれーっと貴重なシーンが。そうそう。今お二人はね、多分いつもしてるから、なんとも。手帳好きの人からしたら、なかなか見れるもんじゃないから、これ。これだけどね、切れるけど、濡らすけん、すぐに使えるかどうか言うたら。まあ、濡らして、柔らかく。そうなんですよ。で、一応乾かすみたいな。そうですね。まあ、こんな感じかな。おお。ありがとうございます。このセリピがね、バランス悪いんよ。太い。いや、これで取ったら上に上がっとんよ。錯覚でね。ああ、なるほど。これだいぶ下げとんよ。やけどこれでセンターと取れとるでしょ。なんか真ん中が取りにくいんだ。そうそうそう、この台座のでセンター取って打ったら上に上がっとるんですよ。そう、これあの P がね、どうしても下にこの伸びてる、それがね、これセンターで取ったんですけど上に上がっとるでしょ。あ、上がってる、上がってる。でこれをちょっと下げてみたんですよ、2ミリぐらい。あ、確かに。それ上に上がるの。いや、これはもう台座のあの、あ、台座というか、ああそうか、あの文字が E が上に上がっとるでしょ。はいはいはい。ああ、なるほど、うん、E に脳みそが切り取られて上に見えるんだ。そう、それをしかも下げてそんな感じに。まあ、全部が全部買っても大体やけんど、これがセンターだな、確かに。でもこれめっちゃよくね。もうできてますよ、ね、これ乾いたら完成ですよ、ね、ちょっとね、多分乾いたらこういう風にちょっと薄くはなります、うん、あ、薄くというかこの、うん、ピラッとピラッと、うん、そったり。で一応まあ表と裏はレザーコート材で防水みたいにはしときますんで。うん、これ入れたらもう横幅そんな気にならん。うん、え、もうだってなこれ完成かじゃん。これは五角形にちょっとしたらいい。それはマジどっちでもいいけど、どう思います？これを、あ、やっぱめくるとか仕掛けない。めくるとか仕掛けでするとしたらじゃあこっちとか。そうよね。でも五角形やったら多分ね、このこれとこれでも別な考えな気はするな。これごめんなさい、なんかもしちょっとあの失礼なこと言ってたら申し訳ないですけど、あのちょっとあの思いついたんで、2種類展開にしたらいいんじゃない。一応前もちらっと言ったんですよそれは全然構わないですよいや、その言ったらこれを確かにあのシステム手帳以外の、システム手帳使わずに糸とじの手帳とか使ってる人も、しおりとして使えますでもいいけど、こっちの方が多分本とかしおりにするには絶対おしゃれだし、トラベラーズノートにも絶対こっちの方がいいから、シンプルに両、まあ両方いいですね。だからこれ基本でシステム手帳ユーザーにはこれのセットで販売するみたいにして、なるべく在庫が動かないように。あ、だったらいい。こっちだけは在庫が確実に、最大数動いていって、システム手帳ユーザーの分だけこっちが動くみたいにしたら、ちょっとは要は予想外の偏りが起こった時のダメージが少ないみたいな。ほとんど完成なんだよな。え、あの馬ってどうして、あれ書いたんですか。うん、こちらの人書く、書くって書いてある書いての飲みみたいなやつ。これでトン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 と折っていくんですよ。あ、点で線にして、点で線です。そうそうそう、ええショップあるじゃん、ええ表現じゃん。だけどあの馬ね、ちょっとおかしい、失敗した。そうなんですね。関節間違えそうです。ああ、そういうことか。実際にちょっと違う。関節が1個多いよね。確かに。そうだ、なんか言われると分からない。あ、ほんとや。多いやろ。立てんな。ああ、そうか。骨折したのこれか。こきっていってるか。いや、もうでもいいんです。古代中国の馬とかに前足ないやつもいるから。これでスマホケースを作ってって。ああ、いい。言われて、そこ取ったんやけど、ん？ちょ待って。とか言って。あ、作り直したよ。折ってしかも。ケースなの。こう。その四角の時点で結構かっこいいよ。確かに。これかっこいいでしょ。うん、おお。え、これ普通にそのそういう加工もできるんだったら。何でもできる。え、システム手帳ってできる。ごと？これごと？いや、できますよ。要はこのこれを。金具さえあったら。この間それこそこの金具のが、あ、違うわ。中の皮がボロボロになった件で、
やり替えたんですよ。ええー。もうできるものは多分ないと思う。これマジで、ひっそり一番やりたかったことで、いやっていうのが、いや本当ね、これシステム手帳とかの YouTube チャンネルって、手帳の使い方とかを紹介するのもありなんですけど、やっぱり一番みんなの注目を集めるのは手帳開封って言って、要は手帳買って開けてこうでしたみたいな使い勝手っていう開封動画、まあ多分パソコンとかのガジェット系もそれやと思うんですけど、で僕も何回も開けて、でうわこれあここが残念やわとか、ここ使いづらかったとかっていうのは正直に言う系のなんですけど、でこんなんあったらええのにっていうのもずっと言ってきてるんですよ。でそれを作っちゃったら欲しい人いると思うんですよっていう、ね、そうで、で僕がそれを使って、でそのまんまそれがもう買うこともできるってするのはめっちゃ面白いなっていう。普通にだそれは面白いですね。確か1万切ってるレザーのやつって最近なくなったよね。見ないよ。あ、ね、値上げで1万超えちゃったよ。8800円とかあったんやけど全部1万円台になってるのかな。え、アシュフォードの M5 は、アシュフォードの M5 が8800円が今何円になったんやろ。あれもギリギリ1万いってないのかな。9000何百円とかなんですよ。でも、まあ、それは、バッファロー、水牛のちょっと薄いやつで経年変化あんまないから、うん、システム手帳 イコール経年変化楽しむ人からしたら、まあなんかちょっと安いよね。僕はもうバッファロー全く興味ないっていう風になっちゃうって。やっぱりこの顔が一番経年変化はあるけどね。ああ、ね、これね、これ絶対好きですからね。ヌメ革っていうやつ、うん、ああ、これがヌメ革。色塗ってないやつですね。色塗ってない、もうソジメ。こっちが表ですか。こっちが銀面って言うて、銀面、うん、そっちがどこ面って言うて裏なんですけど、あ、だから要はこれが削がれた側、これが表面の表面、これが表面、そうそうそう、これがこれ、そうそうそう、これがこれで、こっちがあベリベリベリの方、裏側、あんま僕の手で例えられない。自分が痛かったわ。まあまあ、生き物をいただくとありがたみやから、ありがたみやから感謝して使えば一緒やから。僕らはこのヌメで染めたりするのが楽しくて、これらも全部染めとんですよ、うん、これらも全部染めとんですよ、うん、これ分かりやすい、これがヌメ側で、これが染めた、へえ、でこれは確かにだいぶ違うから、これが、これ、こんだけ色変わってますからね。あ、これ面白いな。こんだけ変わってます。はいはいはい。すごいよ、これ。太陽に当てるんだ。ちなみにこれ、色と色ないんだけど、動力は結構違うんですか。開いてみてもらっていいですか。あ、まあ、それは一体塗らない関係で。この、これエロいよね。これもエロいね。これだから、もう手帳好きはもう、もう渚のビーチの女性よりもこっちに、首ぴったけになるんで、みんなこの日焼け跡の方がよっぽどみんなたまらないんで、あと僕個人的にはここら辺のね、ちょっとここら辺のはい、たまらないですね。引かれてないかな、大丈夫かな、笑われてますけど大丈夫ですかね。いや作ってる方が変態やから。そうだから、こういう気候のこの部分とのこの差、これとかよね、これとかが好きなんで。そうでもだから本当スマホケース財布の延長かも。うん。あ、それにリングつけた。そう、しかもこの手帳好きな人は、ね、リングのこの長さ、太さ、そのこだわりエグすぎて。うん。そうなんですよ。だからベストなもん基本ないと思ってるんですよ。ね、だからそうだったらもう本当に細かいとこ、うん、あの採寸言うてくれたらそれ通りには作れるんで。うん、私その今だからシステム手帳って仕事道具だったのがだんだんデジタル化してるじゃないです か僕も手帳系 YouTuber やってますけど、手帳系 YouTuber の業務全部 iPhone なんですよ。iPhone とパソコンなんですよ。そのこれで仕事管理する人、僕逆にあんまり、僕も笑っちゃう、あのいやカレンダー共有したいんですけどとか思っちゃうんですよ。だからその分こう夢を叶えるためのこととか、あと生活とかを整えるとかっていう方向にデジタルにないものをって言って、要は趣味、レジャー、おもちゃみたいな方向で発信してるんで、だからこれがなんでこのぐらいの、さっき言った 30mm ってすっごい分厚いリングの小さい手帳がなぜ存在しないかって、そんなにいらないからなんですよ、普通にスケジュール管理とかなら。だけどどうせもスケジュール管理に使ってる人はいないっていう、もう要は遊びでいろんなもの詰め込んだり、推し活でなんかおもちゃですよっていう風なものにっていうのに特化しちゃう、要は振り切っちゃうと一気にライバルが減るんですよ。なんかどっかに手帳をなんか仕事の生産性とか仕事の効率をとかまだ言ってるんですよ、手帳業界って。
けどとっくの昔に多分データにそこは負けてると思うんで、そこをもうガン無視、仕事とかもう重いです、かさばりますみたいな、太くて小さいのが欲しい。そうね、この M6 サイズでこれこのリング系結構でかいんですよ、うん、でかっ。これ19mm、工藤さんが言ってるの30mm。 あ、いや私はあのなんだろう、常備使いじゃなくて、キッタっていうシールがあって、それをコレクションしてるんですけど、そのコレクションしている紙を閉じたいのに 19mm だと今も足りないから、25から30のリング系が欲しいっていうだけなんですよ。それをシステム手帳にしたいっていうことが多分みんな理解できないか。だから一昔前 の, あの CD 帳みたいなことでしょ。あ、みたいな使い方をシステム手帳やる人もいます、ね、シールでマスキングテープを入れる、うん、シール帳だ。だからあの万人受けすると思ってないんですけど、だから個人的に欲しいなって思っただけで今。ストレージってことでしょ。あ、です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 。ストレージ帳も欲しい。うん、だからそのもう多分そっちの需要も絶対ある。ね、だって普通ストレージ帳なんか 2,3,000 円で買うものを1万2万になってもいいから欲しい。うん、2,3,000円というか目指し800円だよ、ね。プラスチックのやつ、ね。だから要はカバン手帳持ち歩いてるけど、今年の分とか書き終わった分はストレージにして保管する人は保管するからもう安くていいじゃないですか。って言うけど、もう僕たちからしたらその積み上げたことがもう楽しいから、それを800円のに閉じるんじゃなくて、自分で選んだものに閉じたいっていう。でもそこの需要が絶妙になくて、だからリングのでかいストレージもないし、もうプラスチックのカチャーってやつだけなんですよ。でも自分が1年間頑張って書いたものを終わったら安いのに閉じるってなんかおかしいよねっていうんで、だったらそこ1万円ぐらい払ったのにしませんって言ったら全然あると思うんですよ。で、探してもないよな、でかいのかな。いや、でも僕は逆にそれをして欲しかったから早く合わせたかもしれない。いや、これこんなになんかいろんなこと、いや、そう、こんな自由知らんかったもん。高いとね、だから僕全部このタロットケースもさっき言ってた通り需要が少ないからこの世にないから、うんうん、本革のケース、うん、で、しかもこんな自分が作ったマグネットですよ、これ、うんうん、とジャストサイズするものを、あ、いい、それかわいいでしょ、いい、それ、それの切ったケースが欲しいと思ったやろ、はい、あのそのこれの長い、大きいやつ、ね、ちょっとこれな、結構俺普通になんかトランプいるんだって欲しいな、これ。あ、一応こう見えてあの前職マジシャンやったんですよ。はい、こう、あ、まあちょっとずつ仕事戻ってきてますけど、まあすごい、なんか一応もう僕は前職って言ってますけど、コロナでもうバーってなったんで、それで YouTube 始めたんで、すごくなんか、はい、珍しいものを見る目で、あるあるなんだよな、マジックの方が食いついてもらえない。僕とか周平さんの周りはこんな人ばっかりです、変な。というわけで、いかがだったでしょうか。これが実際に出てきたやつね、はい、そう、こちらをとりあえずあのライブ来場者と、まあ、要はあの僕たちの東京遠征に会いに来てくれた人限定でまず販売していく予定ですね、はい、で片方はセリさんの占いに来たら手に入る、まあ、どっちがどうとかわかんない、もしかして選んでもらうとかかもしれないです、うんうん、でライブに来てくれたら、それが手に入るよみたいな、はい、うん、ってことなんで、まあそこで瞬殺で売れると思ってます。売れたらいいですね。そうですね、これ本当に1000円は絶対お買い得なんで、よろしくお願いします。お願いします。オールプラスキュース、インスタいっぱい、あの今まで作ったやつとか可愛いのいっぱい載ってるんで、ぜひ見てみてください、うん、概要欄に行きましょう、はい、はい。今日はちょっとこの手帳にね使えるまあお土産というか、なんというかな、グッズを、うん、展開したので、それの紹介ということで、まあ、欲しい方はぜひ概要欄をチェックしてください、はい、ということで、この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価して次の動画をお待ちください。ハッシュタグ202で視聴者が Twitter、Instagram で交流しております。そちらの方も楽しんでもらえると確信しておりますので、ぜひ覗いてみてください。ハッシュタグ、あとサブスクリプションが2種類です。詳しくは概要欄にありますので、そちらの方も検討してもらえると嬉しいです。とにかく私たち応援してください。よろしくお願いします。おしまい。ハッシュタグ。3年ぐらい使ってうちの、ああこれはあれですか、グラス、グラス、ん、何なんかちょっと、いや
その経年変化がまた、あ、これ作業だけ、いやいや、それこういうの好きな人多いんで、そういう変態ばっかりの、そう要は形に残って時間とともに変化するものが好きなんですよ。そうそう、アナログ手帳好きな人って、めっちゃ親和性高いと思う、レザーと。めっちゃ綺麗、逆さまやけんね、これは。そうそう、これがだん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 ね、こういろんな商品を考えていくと味が出てくるわけ、きっと。うん、もうあるあるなんだよな、マジックの方が食いついてもらえない。僕とか周平さんの周りはこんな人ばっかりなんですよ、変な。それ周平も入るんや。あの、僕のお笑いの時の先輩、うん、今は普通に社会人で働いてる、その同じ会社で働いてる、うん、話。じゃあ、占い師近藤圭一郎です。違うでしょ、びっくりした。あ、どうぞ、挨拶ぐちゃぐちゃやし、ぐっちゃぐちゃ。占い師セリケイチローかイエロー近藤圭一郎なんです、僕大体。ああぐっちゃぐちゃ、オッケーグー、ちょちょちょ、オッケーイチローってやってるか、巻き込みグーってやってるか。ごきげんよう、劇団小林あやたみです。お疲れ様です。初対面もおるからね。そうでしたね。はい、お元気そうで。後取りしたことなかったもん。そうやと思った、全部順取りやったっけん。うわ、楽しい。どうぞ。飛ぶじゃん最後風景までそんなことはできる。前の映像で飛んでないから俺ら全然違うとこ飛ばされるだけやから。今からジャンプと着地両方、そうそうそう、ジャンプと着地は順取りやでできんのよ、後取りでできんのよ、はい、じゃあどうぞ。本編な、違う、本編流したっていうことで、あ、あと枠もやる、はい、もうこのままエンディングも、はあ、飛んじゃってます。それやったらえ全部カットされるからそれフォルトナ・ソシウスのインスタの、うん、ソキュウス。なんで2回見せるの。もう一回もう一回もう一回ソシウスって言ったら怒る、うん、あの電池がない。